何やってんのよ。ほら、もっと気をつけて飛ばないと。ありゃ、キロさん、お邪魔だったかな。君が私を邪魔することはないと思う。別にやましいことなどしていない。これまでに分かった竜の風跡や門の説明をしていただけだ。聖地に据えられたものとは正反対。あれは出口として、入り口として、無理やりそこに繋ぎ止められている、不自然な力の塊だった。そうだね。それが門って仕組みの本質かも。私たち若い世代は、戦いが長かったせいで、知識に欠落が多い。自然門も噂程度にしか知らなかった。正直、想像を絶するとしか言いようがない。お互い小さなことにこだわっていたのかもしれない。それでも今はまだ気軽に触れ合うのは危険だ。二つの世界が率直にやり取りできる隣となるにはもっと時間が。俺やライザたち、もしかするとキロの寿命を費やすほどの時間が必要かもしれない。でもそう願って一歩ずつ踏み出すことが大事。私も枯れ果てた聖地でずっとそうして君たちに出会えた。ほんの少しだけど同胞も聖地に戻ってきた。必要なのは一歩一歩の積み重ねと踏み出すための勇気。もう少し同胞が増えれば聖地の守りも任せられる。そうしたらいつかの約束とは逆に私の方からこの風跡をたどって君たちに会いに行くのもいいかもしれない。え？約束って？ うるさい。真面目な話だ。キロ、いつか俺の故郷で父さんに会ってくれ。そうすればもう父さんも何も言わないはずだ。んー、モリッツさんに。え？え？君の父上に？キロ、これが俺の誓いだ。何よりも大事なものをキロに預ける。ボス、自分が何言ってるか。真面目な話だと言っただろう。アンペルさんたちの話も聞いている。綺麗事じゃなく、これからどうしていくかを俺はキロと一緒に考えていきたいんだ。わかった。これは受け取っておく。これは一体どうすれば。